七落チートイツは森橋ビンゴによる日本のライトノベル作品。イラストは白が担当。学研、女神文庫館、端巻。ライトノベル開発の本格マージャンラブストーリーをキャッチコピーにしており、各章のタイトルで大章のようにトンズを用いていたり、マージャンのルールを知らない読者のために客注を設けたり、巻末で主要な役を解説する等の工夫が凝らされている。 性的描写が存在するなど、作品内容は全体的に殺伐としたムードで貫かれており、白の描くイラストの可愛らしい雰囲気との乖離が生じている。表紙買いをした読者からのクレームを防ぐため、小説版の帯には、編集部からの注意として、この表紙は詐欺ですと対処されている。竹書房。 近代麻雀オリジナル2011年1月号から2013年4月号にかけて前川和夫の作画で漫画家作品が連載された単行本前3巻。その後近代麻雀にて2013年7月1日号から2014年4月1日号まで一部の登場人物の女子高生時代を描いたスピンアウト作品課長風月が連載されたまた 同志の2015年8月15日号から2018年4月15日号まで続編にあたる七落ちーいつくれない竜マイナスが連載された。本作のコミカライズは原作小説が初版8000部増刷なしという異例の状況で行われたが原作小説を刊行した学研は増刷を行わなかった。現在は著者の森橋により判権が引き上げられており、 絶版状態となっている。金で雇われて賭けマージンを打つ、大打ちで成形を立てる父にマージンを教わり、父とのコンビ打ちで連戦連勝を重ねてきた霧島中也は、父の裏切りによって、暴力団の女組長、神崎発音へ売り渡されてしまう。そんなある日、中也は、発音より、膨大な額の賞金をかけて争われる闇のマージン大会。 総流派への参戦を命じられる。しかし、総流派に参加するには、コンビ打ちをするパートナーが必要なことから、かつて大打ち組織、十三不当の女ジャン士として、名を馳せた、萩原風光の手がかりを求めて中夜は、風光の娘で、同級生の七尾に事情を打ち明ける。しかし、風光は、多額の借金を残して失踪しており七尾は、母の行方は知らない、自分を、 こんな境遇に追いやった麻雀なんか大嫌いだと言うのみであった。数日後、中也が行きつけの雀荘に顔を出すと、七尾が他の客と宅を囲んでいた。七尾は徹底して七統一にこだわり、連戦連勝を重ね、中也に対し母に捨てられた自分は大嫌いな麻雀で、生計を立てるしかないからこうしている、と打ち明ける。こうして、中也と七尾はコンビを組んで互いに、 自由の身を求め、総流杯の開催日を迎える。森橋ビンゴ、白、女神文庫森橋ビンゴ、前川和夫、近代麻雀コミックス、全三巻7地位の話その4、麻雀ラノベ、7落地位統一のコミカライズが決定、森橋ビンゴのツイッター、森橋ビンゴのツイッターハット化の名前は、小説版においては、言及がないため不詳だったが、漫画版において、 双葉という名前が明らかとなった。ありがとうございます。